皆さんこんにちは。 AKB48 ダンス大好き中学2年生の峯岸みなみです。みの宝物紹介、イエーイ。では紹介します。このウェルカムブックにも載っていたビーバーのぬいぐるみなんですけど、皆さんビーバーのぬいぐるみ見たことありますか？なんか珍しいですよねというわけでビーバーちゃんを紹介します。じゃーん。ビーバーちゃんはもう1歳の時にもらったものなので、もう12年ものですね。というわけで、私が小さい頃から持ってた持ち方というのがあるんですけど、ビーバーちゃんにはこんな可愛い尻尾があるんですけど、これを絶対に前に向けてこういう持ち歩き方をしていたそうですでですね、ビーバーちゃんには可愛い前歯があったんですけど、洗濯したらなくなってしまいました。イエーイ。これでミーの宝物紹介終わります。バイバーイ。それでは思い出の品を紹介します。これは小学校の時の卒業アルバムです。思い出がたっぷり詰まっているんですが、その中でちょっとだけお見せしたいと思います。これは1年生から5年生までの遠足とか学習発表会などの写真がいっぱい載ってます。これは移動教室6年生最後の思い出です。委員会活動だったりとか、たくさん思い出の写真があります。卒業式終わり卒業アルバムの中にはクラスのみんながアンケートを取って、何でもランキングというランキングがあるんですが、その中でなんと私が1位になっている部門が3つもあるんです。まず1つはこれ、有名になりそうな人ランキングでなんと1位です。嬉しいですね。これは嬉しいのかよくわかんないけど、でもまだ10代では結婚しないなって自分でも思います。はい、そして最後にこれ、面白い人ランキング1位ということでですね、 MC ではそれが発揮できないのが残念なんですが、そんな面もどんどん見せていけたらいいなと思ってます。と、こんなにいっぱい思い出が詰まった卒業アルバムでした。はい、これは私が6年間使っていたランドセルのちっちゃいバージョンです。頼んだらやってくれるそうです。ここにダブとか書いちゃってるんですけど、今見るとすごく恥ずかしいんですが、こんな細かいところまで残してくれて、ここの破けた感じとか、すごい多分一生持ってて思い出になるんだろうなって思って、今も大事にしてます。それではこれからミーの大好きな帽子を紹介します。 AKB48 に入ってファンの人からも帽子をいただいて、なんと37個にも集まりました。全部大切にしています。今日は37個の帽子からいくつかかぶってみせます。じゃーん、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 ウキーン。以上、帽子の紹介でした。ミーのファッションチェックということで、最近の私のお気に入りのファッションはワンピースなんですが、今日もワンピースを着ています。このワンピースは可愛いピンクと赤のお花が気に入って買いましたすごく女の子らしくて可愛いところがお気に入りです。次はこのノット柄のワンピースです。このワンピースはこのレースのリボンとか、このレース使いが気に入って買いました。どうですか続きまして、このワンピース、なんとも言えないんですけど、可愛くてお気に入りです。イエーイ最後にこのワンピースは最近の一番のお気に入りです。
以上、峯岸みなみでした。バイバイ。